私は最強の母キイコ。子育ては頑張ってるつもりだけど、最近息子が反抗的で。やねちゃん、いい加減ご飯食べなさい。嫌だ、美味しくないもん。なんですって。混ぜ飯作るからいけないんだろ。そうやっていつも暴力で解決して本当に大人かよ。どうなんだよ。言い返すなにやんの。ストレスがかかりすぎて今まで禁止にしていたお酒を飲んでしまいました。ヤネちゃんそんな怒んないでよ。なんだようざいな。ヤネちゃん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 もう学校行ってくる。なんでなんでこんなに頑張ってるのにヤネちゃんは私の愛を受け取ってくれないの。おい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 バー最高潮。お腹が空いた潮。美味しそうだね。美味しい美味しいよ。俺のスマホ。ホロリル。何やっちまったか。あ？なんだお前。なんだ猫か。おい、ここは濱家組の事務所だが、ヤクザの俺らに何の用だ。舐めてるとどうなるか。あ、なんだこれ。チューリップ組の皆さん、よくできましたね。てめえ誰が幼稚園じゃ。舐めろよ。あの女どこ行きやがった。はい、じゃあ今日はおじさん公務について勉強しましょう。で、今日は疲れちゃったのかな。で、この顔文字がポイントですね。この公文を使うと嫌われます。授業中に携帯をいじってるのはダメだ。今すぐ廊下に立っとけ。じゃあ先生が廊下に立ってくださいね。いや、廊下に立つっていうのは廊下しちゃってきつくて、ここは一つ許してくれないだろうかなっちゃって。つって何でした。エネスケのお母さんが倒れたそうだ。今すぐ行ってこい。ははい。お母さん！心配しなくていいよ。お母さんは俺たちが必ず助ける。うん。どうぞ。よし。最強の母をようやく仕留めた俺は悠々自適な生活を送っていたものの、先生のせいで他の家の養子に入れられてしまった。
だがそこには最高の生活が待っていた。ここが新しいお家だよ。すっげがあるんだ。こんなの楽勝だよ。お腹痛いからトイレ行ってくる。行ってきな。何の声だ。この子は天才だ。ようやく使える子が来たよ。今までのは欠陥品だったからね。君たち大丈夫？クローンを作る研究をしてるんだ。それであそこにいた子たちは実験に耐えられなかった失敗作。たくさんの子供を引き取った実績もあるから安心しろということなんだ。なんてことを。ワープ。残念、ワープのボタンと足が速くなる靴全て没収させてもらったわ。なーに、簡単な実験だ。怖がることはない。ここから前に進むから速くなるよね。やめろ。なんだよ、お前さんのうんちだ。じゃあ私お風呂入ってくるね。はい。おい、みんなで女子風呂覗きに行こうぜ。いいね。お前ら、この先に何の用が。ちょっと忘れ物をしちゃって。そっか、それなら先生が探しておこう。正面突破は不可能だ。そこでこれを見てくれ。
2階の女子トイレの床は女子風呂とつながってる。つまりここを爆破するのが最短ルートってわけだ。ヤネスケ、俺は今日お前と友達で本当に良かったと思ったよ。まだ目的は達成されてない。気を抜くな。ヤネスケ、前から3番目の個室はここだ。うわあ、お前ら、女子トイレで何してんだ。先生のホース何してるんですか。お前ら新鮮な女子トイレで何をかけるんだ。いや、してるのは先生の方だ。いたたたたたたた、就寝の時間だ。夜更かしはしないで早く寝るんだぞ。はーい。さーて、始めますか。あ、Wi-Fi がないや。ペン型 Wi-Fi あるよ。ヤネスケ、俺は今日お前と友達でーす。さっきも聞いたよ。やろうぜ。あいつら何回様子がおかしかったな。もしかしておっしゃ、死ぬ次や。おい、いいぞ。おい、お前ら、ちゃんと寝てるのか。寝てます。お、偉いな。おい、ヤネスケ、なんで先生が来たの分かったの。廊下に仕込んだセンサーに反応したんだ。ヤネスケ、ゲームやるぞ。
こー。ヤネちゃん、中華のセットでフカヒレはどう？あー熱い、喉がカラカラだわ。うんしょ。あーガソリン前を待て、おいしい。あら、おいしそうなスイカじゃない。お母さん、それは俺が畑から拾ったスイカだよ。じゃああんたのじゃないじゃない。俺のだよ、私のやつ、私のやつ。それじゃあ線香花火で勝負だ。先に線香花火の火種が落ちた方が負けね。望むところよ。線香花火を長持ちさせるには3つの方法がある。1つ目、玉の根元をねじることで和紙の強度を増す。よーいスタート。2つ目、火と花火が触れる部分を小さくする。火種が小さいほど落ちにくくなる。3つ目、斜め45度にして持つことによって真下に落下しようとする力が分散されて火種が落ちにくくなる。これで完璧だ、負けるはずがない。なんだ、あっ熱いわね。そんな手を掴みやがって。あと少し耐えれば俺の勝ちだ。わあ！そんなのありかよ。そろそろ諦めた方がいいんじゃない。あんたの方こそ。あれ、この家ガラ空きじゃねえか。盗み放題だぜ。太陽は太陽、喉乾いたし水でも飲むか。なんだこれ、飲めたもんじゃねえぞ。締めた、俺の勝利だ。美味しそうなスイカ、みっけ、いただきます。やっぱりスイカは美味しいわ。で、あんた誰よ。誰もいいだろ。ほんの最高の夏だ。ハッピー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 、みんなで make a good ride。 洗濯物みたいなワイナーハッテー。マニーマニー息子で人儲け、お小遣いはなしのバッナーハッテー。